暗闇の中でも輝き火のように一人一人が自分の炎を持って踊り子や未来の道を照らしていきたい、そういう気持ちが込められております。素敵なテーマですね。ありがとうございます。はい、さあこの水蓮、他のチーム、ここがうちの魅力だというのはどういうところですか？なんといっても水蓮の魅力は元気、笑顔、そして声となっております。お、3つだった。誰よりも誰よりも元気で笑顔で、もう全力で練習の時から毎日毎日声を出して頑張っております、うん、そのような私たちの全力の元気を皆さんにも届いてくれたらいいなと思っております。わかりました。今までも結構元気なチームありましたけど大丈夫ですか？もう負けてないです、全然。なんか、ね、踊り子負けてないですよね。細かい1個落ちました、はい、もう一つで頑張りたいと思いますけど、はい、それでは、水蓮さんよろしくお願いします。Thank you.
ありがとうございました。撤収の言い方が